どっちも高い選手は、今回の動画を配信して、フコースターの、フコースターの、背中に向かうフコースターの背中が、試合を受けて、非常にメジャーですね。第3マット選手の呼び出しです。第3マット68試合目パラエストラ東京、石井元吉選手、第3マットお越しください。斉藤陸、松田貴則、日高大輔、高木康生、川田真奈斗、4マットまでお越しください。少し、もしかしたら、やるかなと思うのかな。まあ、ただ試合を見れば。
桑野秀則、4マットまでお越しください。選手の呼び出しをします。第2マット69試合70試合の選手の方、同期チェックエリアまでお越しください。第2マット69試合70試合の選手の方、同期チェックエリアまでお越しください。Thank you.
ぞ。Thank you.
免許証の落とし物が届いております。向井一郎選手、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 免許証の落とし物が届いております。アダルト、紫色のロープスください。寝技ワールド東九州の甲斐真由美選手対トライフ中トラビの越後ひどり選手の試合ですね。今ですね、お互いがですね、お尻をついたダブルガードという方法です。レフリーも取っていますが、この状態からですね、特に動きがないとレフリーまでに変わろうという、まあ、今ストップですね。この声をかけて、サイド、立ち技ですね、ハンドガードを使っていきます。コンパッチ、同じ展開を持っているのか、またはどうかというか、お互いに今、さあここから上を取るのか、下を取るのか、この辺はもう、どっちが取るのか、どっちが上を取るのか、審判すぐ、時計に立って、ガードを取ってから、後ろや、後ろや、後ろや、そうですね、流れに戻せ、どうしようか、はい、そうですね。そうね、選手の呼び出しをします。エクストリーム柔術アカデミー向井育夫さん、エクストリーム柔術アカデミー向井育夫さん、免許証が表彰エリアに届いております。免許証の落とし物が表彰エリアに届いております。パラエストラ千葉下村選手、パラエストラ千葉下村選手、返金がございます。表彰台横の本部席までお越しください。今日の試合が止められた状態 でレフリーがですね、試合を続けてた、ここから再度、試合が再開。よし、あと5つね。再現できない場合もありますが、それに対して足がかかっている。そう試合から再開するのが非常に大事です。3ですね、再開するのが9分近く近く、今のようにレフリーが足を引っ張るのが上司ですから、試合から再開するのが解除してね、その辺ちょっと。そう。
残り2分半30秒残り30秒バックネ